はい、こんにちは、白塚です。今回の動画のご視聴感謝してます。ありがとうございます。今回は人間の凄さというテーマのお話を聞いていただきたいと思います。結論から言うと、人間っていうのは、他の動物に比べて一番何がすごいのかということですよね。人間は万物の霊長って呼ばれたりしていますけれども、人間っていうのは他の動物に比べて一体何が一番すごいのかっていうことで考えたら、結論から言うと環境対応能力なんですよね。環境対応能力。これが他の動物に比べて圧倒的に優れているという言い方ができると思います。人間っていうのは生まれ持った能力ははっきり言って大したことないんですよね。人間よりも優れた能力を持って生まれてくる動物っていうのはたくさんいるわけです。例えば鳥は空を飛ぶことができる。人間は空を飛ぶことはできないですよね。とか、例えばね、そのチーターみたいにものすごいね、速度で走ることができるとか、ね、ライオンのように、ね、ものすごい強靭な、ね、体を持っているとか、なんかね、人間よりもなんか優れた能力を持っている動物っていっぱいいるんですよね。で、それに比べると人間の赤ちゃんって言ったら、これも悲しいぐらい能力が低いですよね。もうね、親みたいな、ね、その自分の生命を保護してくれる存在がいなければ、基本何もできないわけなんですよ。空を飛ぶこともできなければね、なんか獲物を捕まえに行くこともできないし、ものすごい速度で走ることもできないですよね。だから人間っていうのは、その生まれ持った能力そのものがね、非常に高いというわけではない。むしろどちらかといえば、弱い方だということなんですよね。しかし実際は万物の霊長が人間であるということです。ね、結局そのね、1000年前、2000年前の動物はやっぱり今でも同じような暮らしをやってますけれども、人間は1000年、2000年でもう劇的にそのね、生活の様子っていうのが変わりましたよね。圧倒的に人間の方がね、優れたね、状態の生活っていうのをやることができているわけです。で、それは何なのかって言ったら、結局鳥のように飛ぶことができるわけでもなく、なんかチーターのようにね、ものすごい速度で走ることができるわけでもなく、ライオンのようにね、ありとあらゆるこうね、動物と戦って、勝ち抜ける強靭な肉体を持っているわけでもないわけですよ。環境対応能力が、抜群に高いということなんですよね。だから、ね、人間っていうのは、ね、あなたはこれで生きていきなさいっていう、こうね、決まりきった能力を持って生まれてるわけじゃないんですね。あなたはこの能力を、ね、この能力を生かして一生生きていきなさいという、そうね、こうなんか決まりきった能力をね、元から持って生まれてきてるわけではないんですよ。ね、例えば鳥だったらもう最初から飛ぶことができるので、一生飛ぶことで生きていこうとするわけですよね。なんかチーターみたいな存在だったらもうね、すごい瞬発力を持っているので、その瞬発力を生かして生きていくっていうことがある意味こう宿命づけられているわけなんですよね。ライオンだったらそのね、非常にこう強靭な体を持っているので、他の肉食動物と戦いながら勝ち抜いていく、それで生きていくっていう宿命を持っているわけです。ところが人間は何も持ってないわけですよ。何にも持ってないので、あなたはこれで生きていきなさいと。あなたの確固とした、ね、能力っていうのはこれですと。この能力を生かして一生生きていきなさいっていうのがないんですね。人間の凄さっていうのは、そのね、生来生まれ持った能力にあるのではなく、環境適応能力にあるわけなんですよ。だから、例えばね、地球の中にはね、アフリカ大陸で生まれる人もいるわけですよね。アフリカ大陸で生まれる赤ちゃんもいるわけですよ。そしたらもうね、年間ね、一年中暑くて、しかも周りが砂漠だらけ。だけど、その環境で生きていく能力っていうのを身につけていくんですよね。かと思ったら、ね、今度は逆に、ね、北緯40度、50度、もっと、それよりも高緯度の地域、例えばロシアならロシアみたいな冷帯地域でもしね、赤ちゃんとして生まれたならば、やっぱりそのね、マイナス何度というところで、ね、生きていけるだけのその自分っていうのを作っていくことができるわけですよね。地球上74億人の人がいて、ね、アフリカ大陸の砂漠で生まれる人もいれば、ロシアのような冷帯地域で生まれる人もいる。だけどやっぱり生きてるわけですよ。やっぱり生活することができてるわけですよね。なんでかって言ったら、生まれた後にその環境に適応する自分を作っていったからですよね。だから人間の脳っていうのは生まれた時に、未完成で生まれてくるわけですよね。完成した脳じゃなくて未完成の脳で生まれてくるわけです。ね、そして5年間ぐらいかけて、最初の5年ぐらいかけて、ゆっくりゆっくり自分の脳っていうのをね、作っていくわけですよね。で、生まれて最初の5年で 80% ぐらいの脳っていうのを作っていくわけですよね。じゃあなんで生まれた瞬間からね、その脳が完成した状態で生まれてこないのかっていうことですよね。それはそのね、どの場所に生まれてくるかっていうのがわからないので、ね、その生まれた場所がどこだったとしても、その生まれた場所に適応できるように、ね、あえてこう柔軟性を持った状態で、ね、脳が、ね、未完成の状態で生まれてきてるわけですよ。だから自分が生まれた場所がたまたまね、英語圏。ね、周囲の大人の人たちがみんな英語を話しているということであれば、自然と自分も英語を覚えていくわけですよね。だけど周囲の人たちがね、自分が生まれた場所がたまたま日本で、日本で生まれ育ったということであれば、自分は日本に生まれたということであれば、自然と日本語を覚えていくわけなんですよ。ね、別に人間っていうのは英語にね、すごくこう強みがあるわけでもなく、日本語に強みがあるわけでもなく、ね、たまたま生まれた環境が英語圏だったら英語を覚えていくわけですよね。たまたま自分が生まれた場所が日本語圏だったら日本語を覚えていくわけですよね。世界にはいろんな言葉があるので、ね、生まれた場所がタイだったらタイ語を覚えていくし、ね、生まれた場所が、ね、アラビア半島だったらアラビア語を覚えていくわけですよね。で、だから人間の一番の凄さっていうのはその環境適応能力ですよね。生まれた場所に応じて自分っていうのをね、自由自在にこう作り変えていくことができるっていう能力が一番すごいわけです。ね、で、このことが本当に腑に落ちると、ね、ある一つのことに気づくことができると思うんですよね。人間の一番の凄さっていうのは、生来生まれ持った能力の高さではなく、どんな環境にでも適応できるように自分を変えていくことができる。その柔軟性、その環境対応能力こそが人間の一番の凄さだっていうことが、もし本当に腑に落とすことができたならば、ね、一つのことに気づくことができると思うんですよ。それはね、環境が変わらなければ、ね、人は自分を変えることができないということです。環境が変わらなければ人は自分を変えることができないということです。ね、環境適応能力こそが、ね、人間の凄さなのであって、生来生まれ持った能力の高さで、ね、自分が、ね、生まれてきてるわけじゃないということですよね。ね、生来生まれ持った能力っていうのははっきり言って大したことはないわけですよ。他の動物と比べた時に別に優れてるわけじゃないんですよね。だから生来生まれ持った能力でどんな環境をも超越することができるわけではなく、環境が変われば自分も変えていくことができるという環境適応能力が、ね、人間の一番の凄さなんです。逆の言い方をすると、環境が変わることなく自分を変えていくことはできないんですね。なぜか。ね、今の環境に適応できているのであれば、ね、変える必要がないし、また変わらない方がいいからですよね。ね、今の環境に何らか適応することができてますと、ね、今の環境で、ね、自分は生活することができてます。今の環境に適応することができてますと。だったら、ね、もうすでに適応できてるんだったら変わる必要もないし、また変わらない方がいいわけですよ。で、適応できてるわけだからですよね。だから、ね、自分を、ね、変えて環境を変えるんじゃないんですよ。自分が変わったから環境が変わるんじゃないんですね。違うんですね。環境が変わったら、その新しい環境に適応するべく自分が変わっていくんですよ。ね、この順番っていうのがもう決定的に大事だということなんです。ね、多くの人はそこに幻想があるんですよね。自分の能力が高まって、自分がどんどん成長していけば、ね、環境が変わっていくんじゃないかっていうふうに思っているんですけど、ね、それは完全に逆です。ね、自分の能力が高まって、自分がどんどんね、高まっていけばいくだけ、その自分のね、高まった環境に、能力にね、ふさわしい環境に適応していくんじゃないかって思うかもしれない。ないんですけど、違うんですね。そうじゃないんですよ。ね、自分の能力が先で環境が後なんじゃなくて、環境が先なんですよ。環境が与えられたら、その与えられた環境に適応する自分っていうのを作っていくんですね。で、そこが人間の凄さなんですよ。ね、もし自分が圧倒的なね、なんかね、生来生まれ持った能力みたいなの持ってて、例えば鳥のように飛べるとか、ね、ライオンのように強靭な肉体を持ってるとか、チーターのように瞬発力とね、がすごいとかっていうのがあって、もうこの能力さえあれば、ね、自分がどのね、環境だったとしても、ね、大丈夫っていうね、そこに人間の凄さがあるわけじゃないんですよ。ね。そうじゃなくて、環境が変わったら、その環境に最もふさわしい自分っていうのをこう作り変えていくこと、その柔軟性こそが人間の凄さなんですね。だからもし自分が今の環境に適応できているというのであれば、もうそれは対応できているわけだから、自分は変わらないんですよ。変わる必要もないし、また変わらないんですね。変わらない方がいいわけですよ。今適応できている。今対応できているわけだから。もし人生が変わるというのであれば、それは自分が変わって環境が変わるのではなく、環境が変わったことで、その新しい環境に対応するべく自分が変わっていったんですね。で、この順番っていうのが最も大事です。なので、ね、大事なことなので3回繰り返しますけど、ね、できるから決められるんじゃないんですよ。決めるからできるようになるんです。ね。できるから決められるんじゃないんですよ。決めるからできるようになるんです。ね。できそうだから、できるから決められるんじゃないんですよ。ね、決めるからできるようになるんです。もうこの順番っていうのが本当に決定的に大事なんですね。多くの人は何か決定しよう、決断しよう、ね、選択しようとしたときに、できそうかどうかを考えちゃうんですね。できそうかどうかを考えちゃうんですよ。今の自分でできるだろうかできないだろうか。できそうだろうかできないだろうか。で、そうした時に、ね、もし環境を変えるって言った時に、じゃあどうすれば環境を変えられるんだろうということで、ね、その環境、例えば新しい環境を一つ選ぶとした時に、いや自分この環境で大丈夫なんだろうか。この環境で本当に自分はね、ちゃんとやっていくことができるんだろうかっていうことで、できるかできないかを考えちゃうんですね。そうするとまずできないんですよ。もしその環境が本当に新しい環境なんだったら。ね、それはもう過去に体験してないからですよね。過去に体験してないし、そうですね、その新しい環境に、ね、適応できる知識技能を持ってないわけですよね。ね、新しい環境にふさわしい、ね、知識技能を持ってないわけですよ。だから、ね、その環境が本当に、ね、大きな環境変化であるということであれば、できるできないって言ったら、まあ、できないっていうふうになるわけですよ、ね。できないっていうふうに思いつくわけですよね。だから環境は変えられないわけです。で、ね、じゃあ、ね、環境を変えられるように能力を高めようと、ね、知識を増やそう、能力を高めようとするんですけど、基本その順番じゃないんですね。その順番じゃないんですよ。今の環境に適応できてるんだったら、今の環境に適応できる範囲の自分にしかなれないんです。ね、そうじゃなくて、ね、できるかできないかじゃないんですよ。決めるから、環境が変わるから、ね、自分がその環境にふさわしい知識技能を持てるようになるんです。で、環境が先なんですよ。で、知識技能は後なんです。知識技能があるから環境を変えられるんじゃなくて、環境を変えるからその環境にふさわしい知識技能を身につけていくんですね。自分の方が環境の方に、ね、変えていくんですよ。で、環境の方があって、その環境にふさわしい自分にこう作り変えていくんですね。このことに気づけるかどうかっていうのがもう人生にとってはもう決定的に大事なんです。ね、多くの人は自分の知識が高まったら、技能が高まったら、だから環境を変えられる、だから環境を変えようって思うんですけど、そんなことは一生やってこないんです。ね、今の環境に適応できてるんだったら、もうその人はそのね、ままで行こうとするんですよ。ね、もうそれでうまくいってると、今の環境に適応できてますと言うんだったら、今までの自分が一番安全だし、一番居心地の良さを感じますよね。そうじゃなくて、ね、決めるからできるようになるんですよ。環境を変えるって決めて、環境を変えたら、そしたらその環境にふさわしい自分になっていくんですよ。それで新しい知識、新しい技能っていうのを本当の意味で獲得することができるんですね。なので、人間の凄さっていうのは、生来生まれ持った能力の方にあるんじゃないということです。ね、自分はこの武器さえ持っていれば、ね、この能力さえ持っていれば、ね、大丈夫というものではないんですよ。ね、その鳥のように、ね、飛ぶことができるから自分は一生飛ぶことで生きていきますとかね。自分はチーターのように瞬発力があるから一生走ることで生きていきますとかね。自分はこのね、ライオンのような強靭な肉体があるので、一生ね、戦うことでね、他の肉食動物と戦うことで生きていきますとかっていう、その生来生まれ持った能力っていうので、こう確定してるわけじゃないんですね。そうじゃないんですよ。ね、どの環境だったとしても、アフリカだったとしても、ロシアだったとしても、英語圏だったとしても、日本語圏だったとしても、自分が与えられた環境があるのであれば、その与えられた環境にふさわしい自分を作っていくことができる。その柔軟性、その環境対応能力こそが、ね、人間の一番の凄さなんです。で、そのことを本当に腑に落とすことができれば、今できるかどうかなんていうのはどうでもいいことなんです。ね、今できるかどうかなんていうのはどうでもいいことなんです。で、環境が与えられたら、その環境に適応するために知識技能っていうのを身につけていくんですね。で、環境が先で知識技能が後なんですよ。だから人生で最もね、集中してね、考えないといけないことっていうのは、どの環境に身を置くかってことなんです。ね、どの環境に身を置くか。これがもう最大限ね、集中しないといけないことなんですね。どの環境だったとしても適応しちゃうんですよ、人間っていうのは。どの環境だったとしても適応しちゃうんですよ。どの環境だったとしても自分にとっての当たり前で、どの環境だったとしても自分の常識にしちゃうんですね。だから、ね、自分をどの環境に身を置くかっていうのはものすごく慎重に選ばないといけない。もうその環境次第でその環境に適応する自分っていうのを作っていくということですよね。だから、ね、もし素晴らしい人生を送りたいっていうんだったら、もうこれ一つしかないわけですよ。素晴らしい環境に身を置きましょうということです。もうそれしかないんです。基本的にはね。もし素晴らしい人生を望むというのであれば、素晴らしい環境に身を置きましょうということですよね。繰り返しになるんですけど、できそうだから環境が変えられるんじゃないんです。環境が変わるからできるようになるんです。環境が先で知識技能が後なんですね。ね、その順番っていうのを本当に腑に落とすということが大事です。で、そうすると、ね、自分は素晴らしい人生を望んでる。簡単なんですよ。素晴らしい環境を自分に与えるんです。ね、で、今の知識、技能ではそれはふさわしくないと言ったとしても、本当に素晴らしい環境に3日、3週間、3ヶ月、3年って居続ければ、ちゃんとその環境にふさわしい自分に作り変えていきます。自分を。自分自身を作り変えていくんですね。その柔軟性、その環境対応能力こそが人間の一番の凄さなんです。ね、だから、ね、一点集中、どの環境に身を置くかっていうことに、ものすごくね、時間とエネルギーを集中させる必要があります。で、自分が素晴らしい人生を望んでるっていうんだったら、一点ですよね。素晴らしい環境に身を置くんです。そしたら最初はふさわしくないかもしれない。ね、自分はね、大した知識、大した技能を持ってないから、ね、素晴らしい環境はね、最初はふさわしくないかもしれない。けど、しかし人間の一番の凄さっていうのは環境適応能力なので、もしその環境が本当に素晴らしい環境だっていうんだったら、必ずその素晴らしい環境に適応する自分になっていこうとします。ね、その、ね、人間の最大の能力っていうのをぜひ有効活用していくということが大事なんですね。ね、人間の一番の、ね、凄さっていうのは環境適応能力なので、ね、できそうだから環境が変えられるんじゃなくて、環境を変えれば、ね、できるようになっていく。環境が先で知識技能が後、もし素晴らしい人生を望むのであれば簡単です。素晴らしい環境を自分に与える。そうすれば必然的に素晴らしい人生になっていくというお話です。はい。今回の動画はですね、あなたのお役に立ったということであれば、ぜひグッドのボタンを押して応援していただけると嬉しいです。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。そして現在ですね、メルマガ登録していただいた場合は、特典教材をプレゼントしていますので、ぜひこの機会にメルマガを登録してください。よろしくお願いいたします。はい。最後までご視聴くださり感謝してます。ありがとうございます。白坂慎太郎でした。それではまた。